どうも。さあ、今回はですね、交通事故、右折と左折。皆さんもね、よくね、ニュースで聞くかなと思うんだけれども、右折で歩行者を跳ねてしまいましたとかね、左折で巻き込みでっていう事故とかのニュースをよく見ると思うんだけど、ああ、自分もやっちゃうとあれだなとかって思って見てると思うんだけど、あれね、いろんなニュースを見てみると、ある傾向が見えてくるんだけど あんまりそこら辺に注意してる人はいないと思うんだけどさ。あれね、左折の事故ってひどい事故結構多いじゃん。ね、亡くなる方結構多いと思うんだけど、あれってさ、ほとんどトラックじゃない？乗用車の事故で、その歩行者と、その横断歩道渡ってる人と乗用車が左折をして、亡くなってしまうっていう事故ってさ、多分ほとんど聞かないと思うんだよね。ニュースになるものを見るだけでも多分年間に数件あるかないかっていうレベルだけど、トラックの事故ってさ、すごく多くない？今年に関してもすごく多分たくさん見てると思うんだよね。巻き込んでっていう。で、今度逆にさ、右折の事故。右折車と歩行者と横断者との事故っていうのって乗用車の方が多くない？トラックが右折で乗用車とぶつかったっていうのはあんまり聞かないことない？トラックって言っても小型トラックは別だよ。普通免許で乗れるトラックっていうのは、あれはトラックのようでトラックじゃないので、なのであれは置いといて、いわゆる大型トラックって言われる、中型以上だよね。大体昔で言うと8トン以上とかさ、そのぐらいの大きいトラックっていうふうに考えてもらえればいい。10トンとかさ。ああいうので、右折で歩行者との事故ってさ、あんまり聞かないことない？なんかこれからそれを、そういう右折とか左折のそういう事故があった時に、見てほしいんだよね。何か乗用車がぶつかったのか、トラックがぶつかったのか。あとは歩行者自転車っていうのもあるけれども、それが右折の時に何なのかって見てもらうと、多分ね、傾向がすごく出てくる。統計取ったわけではないんで、僕はね、思ってる感じなので、それでちょっとね、解説をしていきたいと思うんだけれども、トラックはなぜ左折の時にその事故が多いかっていうところなんだけど、これ、要するに巻き込んでしまうんだよね。トラックの場合は左側っていうのは非常に死角が多い。見えない部分だよね。あそこが非常に多くなるのと、内輪差が大きくなるから、回り方としては非常に大きくなるってことなんだよね。そうなると、左側の状況がやはり分かりづらくなる分だけ、どうしても巻き込んでしまう。で、巻き込んでしまうっていうのも、渡ってる人をドンと跳ねてしまうっていう風ではないんだよね。要するに、トラックが曲がってるところに、だいたい自転車が来ると思うんだけど、自転車をバンとか、あとは若い、ちっちゃい、ね、小学生とかが走ってきて、みたいな。要するに、巻き込んでしまう。だから、この途中のとこで、ちょっとトラックのあれがないんだけれども、この辺に当たってしまうっていう感じだよね、トラックの。だから、ここではなくて、ここに当たるって感じ。だからちょっとこれで、これトラックだとしよう。ちょっと大きいみたいな。トラックの場合は、乗用車のように曲がろうとすると、内輪差でここをぶつかってしまうので、当然作っとくとまっすぐ行ってからギュッと曲がらないと、左折ができないんだよね。だからその分だけ、まっすぐ行って、こうやって曲がるとき、ここの時に、すごく失格、見えないところができるんだよね。ドアミラーというか、トラックの場合はフロントのとこにこうやって、ビヨーンと左前のところに大きいミラーが、縦長のやつと丸いやつとさ、大型だと3つついてるんだけれども、ここについてんだけど、基本的にミラーってさ、後ろを映してるじゃん。こっち側を映してるでしょ。だからこうやって曲がった時ってさ、こっち側を映してるんだよね。だけどさ、危険なのってこっちじゃない。要するに。危険な場所ってこっちだよね。だけどミラーが映してるのはこっち側を映してるわけだよ。そうすると、こうやって曲がってる時に、トラックからここを渡ってくる人って、ほとんど認識ができないんだよね。こうやって来る人。だからこの状態で、もういないっていう風に回ってってるところに、ここに自転車とかが来るので、だいたいこの左の前輪のところ、ここのところに自転車を巻き込む。で、ここでもう自転車が中にガッて巻き込んでしまうっていうパターンが非常に多いんだよね。こういう形で。これは、この状態の時にトラックも当然気をつけて見てるんだよね。
だからこのミラーでこっち側とか見て、この辺とかも見るんだけれども、当然こうなってきた時に、やっぱ見えないところが非常に増えてしまうと。その分だけ、ここで回ってる時に乗用車以上に視覚見えないところが多くなる。で、トラックの助手席側っていうのは、ちょっと絵で描くと分かりにくいかもしれないんだけど、助手席側のドアのところってさ、こう、まあこれ内側からドアを見たときね、ここら辺にちょうど肘置きみたいなのがあってさ、まあこうポコッと開いてさ、まあこういうとこにこういう感じになってて、内側から見るとここら辺にドアを開けるやつとかこうやってついてるんだけど、ここの部分に、まあ当然助手席のドアガラスがあるよね、上のところ、ここがね。だけど、ここのドアガラスのところから、運転手が、こうやって見ても、ここは見えないんだよね。上だから。この上しか見えないので、歩行者、自転車の姿は全くここからは覗けないんだよね。で、そのために、ここにさ、ここに窓が開いてるんだよね。これからもしトラックとか見れるようだったら、ちょっと助手席のドア見てもらうとわかるんだけど、下のとこにここに窓がついてる。ガラス窓がついてる。で、ここがあることによって、この、ちょうどこの辺のところの下が見える形なので、ここの歩行者とかを見えるような形にしてるんだよね。視覚をなくすためにしてるんだけど、ほとんど見えない。っていうのがあるのと、あと、ここを隠してるトラックがあるんだよね。なんか、内側からこう反射のしてるやつみたいなの貼ってたりとか、ここのところを見えないようにしてるとか、だから中を見られるのが嫌だからっていうことで、ここを見えないようにしてるトラックもあるし、助手席側を使わないトラックだと、ここら辺に物を置いて、これで見えなくなっちゃってるっていう場合もあるから、ほとんど役に立ってないのは実情なんだよね、今の現状は。だから、ここで見たとしても、結局全くここの歩行者って見えないから。だから、この前段階の時に、どれぐらい状況判断をして、どれぐらい注意をして、どうやって曲がってるかっていう、そのトラックドライバーのその考え方一つで、ここのところっていうのが変わってくる。だから、ああ、いないいないっていつも回ってるような感覚で回っちゃってると、ここの時に状況判断ができてないから、ここに来た時に、自転車とかが来てても気づかない。だからこの状態の時に自転車とかが来てたとしても、もっと前の段階から自転車がいることとかを気づいてれば、あ、自転車いるんだなって言ったら、こうなった時にその自転車のこと注意ができるんだよね。こうやって来るから。だけど、ここの段階で自転車の存在とかに気づいていないような状況で走ってきてる場合、こうなった時にはもういないもんだと思っちゃうんだよね。なら、ここに来た時にボコンとぶつかってしまう。だからこういう風に、トラックっていうのは左折の時に視覚が非常に多くなるから巻き込んでしまう。だから自分が自転車とか歩行者で渡るときは、トラックが回りそうになったときは絶対に止まらないとダメだよ。まず気づいてないから。で、トラックが止まったら渡る。そしたら気づいてるから。止まらないトラックはもう全く気づいてないので、そのまま自分が横断歩道を青だからって渡ったら、間違いなく引かれるからね。これは本当に引かれるんで、だから自分が歩行者で渡るときっていうのは気をつけてほしい。あと、乗用車がじゃあなんで、あんまりそういう大事故にならないかっていうとさ、カーブをこの左折して曲がるとき、乗用車の場合、ちっちゃくしようか。まあ、乗用車がこうやって曲がる場合、当然左側って助手席の窓とか見れば、ある程度見ることはできるよね。視覚の部分がトラックより圧倒的に少ないっていう状況なので、まあ、そこの、人の存在、自転車の存在は、まあ気づきやすい。見てれば気づきやすい。でも見てない人は多い。じゃあなんでそんなに事故にならないかっていうと、この曲がる時の速度なんだよね。まあトラックも非常にゆっくり曲がっていくんだけど、乗用車でも大体の交差点っていうのは、まあ、時速的に言うと20キロ前後ぐらい。こう、いないなっていう状況で曲がる時って20キロ前後ぐらいの速度になってることが多い。普通の人が曲がるとね。で、人とかがいればもっと速度が遅くなるから、この20キロ前後っていう状況の速度っていうのは、その歩行者自転車とこうやってぶつかった場合の、要するに致死率っていうのは非常に低いんだよね。もう本当に致死率っていうのは非常に低い状況になるから、ぶつかる事故っていうのは多分結構あるはずなんだけど、ただ大事故にならないので、まあニュースにならない。で、トラックの場合はゆっくり曲がってるけれども、だけどトラックっていう重さで気づかないでゴーって行ってしまうので、もう完全に引いてしまう。
要するに踏んでしまうような状況だよね。だから大事故になってしまう。だから車の事故っていうのも左折はあるんだけれども、その速度が遅いっていうことと、まあ視覚が少ないので、まあその分だけ、まあ目立った事故は少ないっていうことが言えます。だから乗用車に乗ってる方っていうのは、まあ、左折当然気をつけてもらうんだけれども、左折っていうのは大事故になりにくいんだよなっていうことだけを覚えていてもらうといいかなと。だからきちんと確認してれば、そんなに恐れすぎなくてもいいかなとか、左折に関して。じゃあ右折に関してどうなんだろう。じゃあ右折の場合は、じゃあ乗用車とか、結構右折の事故って乗用車とかがバーンって歩行者跳ねちゃうっていう事故見るよね、あのニュースで。じゃあなんでなるのかっていうとこなんだけど、まあこうやってね、交差点があるところを、まあ右折をしようという状況になると、まあ歩行者とかがさいるよねって形になるけど、これ右折をするときの、今さっき言ったその左折と比べて右折の方が、なんで乗用車の方が事故が多いかっていうと、速度が速いんだよね、まず根本的にね、曲がる速度。だから自分でも見てみればわかると思うけど、左折はだいたい20キロ前後ぐらいでやらないと曲がれないので、その片側一車線の道路とかさ、そういうところだと。だけど右折って大きく曲がる形になるので速度は圧倒的に速いんだよね。特にこの対向車が来てる状況で、対向車より先に曲がってこうっていう人多いよね。こうやって先に行けるときに行ってしまえということは、すごい速度、アクセル踏んでることね、この時に。だからここで曲がっていくときって結構速いんだよね。だから40キロとかさ、そういうような速度で、だから普通の40キロの制限速度の道路走ってるような感覚でこの曲がってってるんだよね。だから先に行けーって。そうすると速度がその左折の時の時速、まあ平均20キロぐらいと比べると、まあ平均時速が40キロだと倍ぐらい速度が速いので、当然その際の衝撃っていうのは大きくなるよね。だからそういう形で非常に速度が速いから右折っていうのは非常に危険ですよということと、あとはこの曲がってく時の曲がり方なんだよね、この右折の仕方で。まあ道路交通法に書かれてるところなんだけど、それに関してはこの右折の場合は、まあ、ウインカーまあ、ウインカーはさ、あの、右折するっていう状況になったら、まあ、30メートル手前っていう風な形なんですよね。だから、曲がる前のところから、なるべく右側に寄っといて、この中央の線のところに近いところに寄っといて、で、ウインカーを出して、中央線のところにここに沿っていきながら、交差点を曲がるときっていうのは、交差点の中央付近を回ってきなさいねっていう風に書かれてんだよね。この、中央のこの肘型のマークあると思うんだけど、ここの中央付近のところを回って、こうやって右折しなさいねってこと。だからここを、要するにこうやって曲がりなさいねっていうふうに言われてるんだよね。要するにここを通って、で、ここを通ると。だからここに矢印が書いてあると思うんだけど、こういうふうに。ね、こうやって。要するにここを通りなさいねっていう風に書かれてるんだけど、こう言っちゃう人すごく多いよね。要するにインカットしてしまう。こうやって。なんか早く回りたい、早く右折したい方に非常に多いというか、まあ普通の人ほとんどこうやって曲がってると思うんだけど、こうやって斜めにこういう風に行って、このままドーンと渡ってしまう方。だから要するに中央付近を通らなくて、なるべく近いルート、ショートカットみたいな形で通りたい。そうすることによって対向車が来てる時に早く曲がれるわけだよね。こうやって行くよりは明らかに、だってこれだけ安全だし、クイッキュッと行けるわけだから、当然早く速度ピュッと行けるわけだ。そうするとやっぱり早く行きたいっていう気持ちの方が強くなってしまうので、これこの回り方でどれぐらいこの歩行者に気づけるかっていうとさ、このさ真ん中を通っていくときって、ここはまっすぐ通るでしょ。まっすぐ通ると、こっちが見えるでしょ。ここは。ね、こうやって右側目視すれば、ここ見えるんで。だから、ここを渡ってくる人って見えるんだよね、この状態って。で、当然こうなるんだよね。だから、こうなったときに、フロントガラスと、運転席側のドアとの間のところの柱みたいな、あれをピラーって言われるんだけど、一番前のところは A ピラーって言われるんだけど、ここが一番死角になるんだよね。結構皆さんも見にくいなってなることね、こうやって。ちょうど見えないな。
それがだから四角の部分っていうのがちょうどこういう部分ができるわけだよね。こう。ちょうどこのピラーの部分。だからここに人がいる場合っていうのは非常に見えなくなってくるんだけれども、こう来た時に、車は横断歩道に対してある程度真正面な状況を向いてるので、この時にこっち側とかは見ることができるね。フロントガラスのところからも見えるし、運転席のこっち側のところからも見えるね。きちんと首を振ってれば、ここに渡ってくる人っていうのも見えるんだよね。こういう形になってるから。で、反対側も当然見える状況。だからここのところから見ていくと、ここで横が見えるし、ここでも、まあ、ここでも横が見えると。で、ここのところで、またこうやって回っていく。ここが一番見えない状況なんだけど、まだ距離自体はあるので、ここのところでもし見えなかったとしても、こう来た時に、ここで見ることが可能になってくるので、歩行者がいたら止まろうという気があれば、ここで止まることは可能だってことなんだよね。じゃあこれが、斜めに行っちゃう場合どうなのか。斜めに行っちゃう場合、なんかこういう風に回っていってしまう場合っていうのはどうかっていうと、ここの場所は当然見えるよね。まっすぐ横だから。こう目視すればね。だけど、ここから、こうなるでしょう。そうなると、ここのその A ピラーって言われる部分が、要するにここなんだよね。要するにここを隠してしまうんだよね。この反対車線側の、横断歩道側を、この A ピラーが、こうやって渡ろうとすると、ここで隠してしまってね。だから、ここに歩行者とかは隠れやすいんだよね。自転車とかっていうのがね。で、この状態で斜めに行くと、この四角の部分が、こうやって進むじゃん。こうやって進むと、四角の部分が、こうやって、同じ方向に動くんだよね、こうやって。車がこっちを向いてるだけなんで、だからここの位置の、この見えなかった四角部分が、こうやってくると、要するにここが見えないっていう状況なんだよね。だからずっと、この車の動きと歩行者自転車の動きっていうのが揃ってしまうと、この見えないところにずっと隠れちゃうんだよね。この歩行者自転車っていう。特に自転車っていうのがね。だからここに来た時に初めてぶつかって気づくっていうことだね。だからよく、右折の事故とかで、ぶつかるまで気づかなかったっていうふうによくその車の運転手が言うことね。それっていうのは自分では見てるつもりなんだよね。こう曲がっていく先自体は見てるんだよね。曲がっていく先自体は見てる。だからこの辺とか見てないんだけど全然。もういないもんだと思い込んでると思うんだけど。だからそのまんま行ってる時にいないもんだと思ってる影のところに見えない四角のところにそうやっていたと。で、気づいた時にはもうぶつかってましたよっていうことが、まあ右折の時に車の場合ぶつかってしまうっていうことだね。それが、ここの中心付近をきちんと通るように曲がっていくと、こうやってまっすぐ行くと、当然見えますよ。で、こういう風になった時に見えない部分っていうのは出てくるんだけど、こうなった時に真正面を向いてる状況なんで、これがだから見やすいってことだよね。だからこういう風になってるのか、要するにこういう風になってるかの違いだよね。だからここのところでもこういう風な違いだよね。だからこうするとここにすごく近い状態で回っちゃうんで非常にこの歩行者だから近くになればなるほどこの四角の部分こうやって見えなくなってきちゃうんで、だからこれだとまだ距離があるでしょこっち側の。でここのところだとこういう状況とこういう状況だからこれだと真横が見えるわけだよね。だけどこっちだともうここが見えない状況でここからこうやって回っていくと、そうするとここに来た時にはこういう形になると、ちょうどここにいる人はこの車は見えないけど、ここの車からするとこの人は見えるんで、だからこれは止まりやすいっていうことになってくる。だから早く曲がろうっていう人は結構いるよね。いろんなところでさ、なんか、伊予のなんとか走り、七曲がりじゃねえか、なんか早曲がりだかなんだかとかさ、なんかいろんな呼び名がローカルルールみたいな感じで、要するに青になったらさ、ダッシュする人いるじゃん。信号待ちで止まってるとさ、横の信号が変わるとさ、じじじって横の信号が赤になったらもう曲がってくって、ここ青になる前にもう曲がってってしまうみたいなのさ、結構見るでしょ。だからそういう人って、こっち側の歩行者のことよりも、車より、のより先に曲がりたいっていう。だから行けるときには早く行きたいっていう方がすごく多いから。だからどうしても、車の乗用車っていうのは右折の時にぶつかる事故っていうのが非常に多くなってくると。で、トラックがなんで少ないかっていうと、当然
トラックっていうのは、右側すごくよく見えるわけだよね。上から見下ろしてて、で、自分側の、ドアの窓ガラスっていうのも大きいから、非常によく見える。で、トラックは斜めにこうやってカットしていけないので、内輪差で、そのまま行ったらこっち側にこうやって行っちゃうから、だから曲がれなくなるので、トラックっていうのはなるべくこういう風にまっすぐ行ってから、こうやって、いわゆる中心付近、下手したら狭いとこだと中心より向こうに行ってから曲がるみたいな形になるから、だから直角に近いんだよね、トラックっていう。こう曲がろうとすると。だからこういう感じでトラックって曲がるので、そうすると、ここで右側見ればもう横断歩道丸見えなので、だからまずぶつからない。あ、渡る人いるなっていうのはよくわかるから、その前から見てるんだよね、こう。で、そこからこうやってぐるっと回ってったとしても、ここからすごくよく見えるので、だからこの状態でほとんど止まることが可能になってくる。で、曲がる速度は当然乗用車と比べて遅いので、早く曲がれないから、その分だけ止まることが可能。だから右折でトラックが、横断してる歩行者自転車とぶつかるっていう事故っていうのは非常に少ない。自分の右側なんでよく見えるからね。だけど、左側っていうのは見にくいので、どうしてもこの左折の時っていうのは、ここのところで巻き込んでしまう。だから自分がこう渡る時っていうのは、そこを気をつけてほしいかなと思うんだよね。こうやって渡るっていう状況になった時に、こっち側からの乗用車はぶつけられる可能性があるんで、トラックはあんまりないと思うんだけど、で、今度こっち側に来た時に、こう来るトラックにはぶつけられる可能性があるんで、だからそこら辺は気をつけながら回ってもらうといいかなと思います。こうやって右折と左折っていうのはその車の状況によって確認をしててもしきれない部分っていうのは当然出てくるんだよね。視覚必ずあるんで 100% 全部見えるってことはないので、だからどれぐらい前の段階から自分で確認をしてるかっていうのはすごく大事。あとはその走り方っていうのもすごく大事になってくるから、そこをきちんと自分の頭の中で理解して走ってもらえれば、右折と左折で歩行者とかとぶつかるっていうことは、まあほとんどないかなと。ぶつかったとしても、その軽傷ぐらいで済むような形にはなれるかなとは思うんでね。だからこの右折。早く曲がろうと思う必要は全くありません。だからゆっくりでいいです。だから前から車来てたら待っとってもらって、後ろがっていう方よくいるけどさ、後ろの車に、うわーみたいなそういうとこあるけど、別にさ、言われたから曲がってて事故しましたって言ってて、この人は責任取ってくれないから、自分の判断でいいよ。後ろからブーブー鳴らされたりしても。で、待ってて、後ろからこうやってブワーって先に行かれても、なんやねんってぐらいでいいよ。気持ちとしては。別にそこら辺も待っててもらって全然大丈夫なので、後ろばっかり気にするっていうのもおかしな話だから、ね。だからね、そこら辺は安全運転をしてもらえれば OK かな。だから自分の右折。まあ、乗用車の場合は特に右折は気をつけてほしいかなっていうところから。まあ、左折もね、当然危険ではあるけれども、まあ、全体的に速度は遅くなるので、まあ、その分だけ、まあ、大きな事故にはなりにくいっていうことだけは覚えておいてもらうといいかなと思います。